コール・ポワレはフランスのファッションデザイナー。コルセットを取り除くとマドレーヌ・ビオネと共にファッション業界近代化のパイオニア。そのスタイルはアールデコの先駆けとされ、20世紀の彼のファッション界においての貢献はファッション界のピカソと例えられた。ポワレは1879年4月20日にパリイックレ、ある界隈の貧しい地区の布地商人の家に生まれる。 彼の両親は彼の将来のために傘の製作を教えた。それがきっかけで古い布地を使って自分の妹の人形に服を作ってあげた。青年期にボアレはデッサンを重要なスタイリストの一人であるマドレーヌ・シェリーに持っていった。ボアレは1896年にジャック・ドゥーセに雇われるまで何件もの最も大きいメゾンに彼のデザインを売り続けた。 彼の最初に実現したモデルは赤いオーバーコートで400着も売った。ポワレはその後、シャルル・フレデリック・ウォルトのメゾンに雇われ、ウォルトのメゾンの観客のために度を越した、けばけばしい近代的なデザインを検出した。ロシアの公爵夫人、レオニア・バリアティンスカヤに着物スタイルのコートを披露したが、公爵夫人からは毛嫌いされた。ポワレは、オーベール外5番地通りに、 自身のメゾンを1903年に創立。彼のメゾンのショーウィンドウは、オートクチュール時代の風俗とは違って、ゆったりしていて、一目を引くものだった。著しく、観客や競争相手が増しながらも、1906年に、パスキエが37番地通りに広いブティックに移動。ますます注目を得るために、ポアレは、他のデザイナーたちより、マーケティングに力を入れた。 最初のデザイナーだけあって、売り上げ増進のためフランスの雑誌ガゼットジュボントンから影響を得た、差し入りの自身のエッセイを出版したり、ヨーロッパでのファッション消息心を組織した。1909年、イギリスの首相ハーバート・ヘンリー・アスキス夫妻から、ダウニング街10番地でのポワールのデザイン展示会に招待され、彼はそれまでのキャリアの評価を得た。 彼の展示会で最も低価格な服でも30、ギニーで、ウェイトレスの1年の給料の倍ほどだった。1913年に、ポワレは、アクセサリーの実現化のためアメリカ合衆国へ、自分のブランドを売った。ポワレのメゾンの製造は、とても早く室内装飾や、家具や香水などにまで拡大した。1911年、ポワレは、彼の娘の名前でもある。 ロジーヌという香水を発表。20世紀で活躍したデザイナーたちが次々に後を追い今までの風習を変えている中、ボワレはデザイナーが香水を開発するという第一人者になった。この宣伝活動が1911年6月24日に起き、シェヘラザードのオダリスク、東洋の音楽や香水に影響された豪奢な仮面祭がパリの自宅で行われた。 仮面祭の終盤頃、出席していた婦人たちに、ポワレのサイン入りの香水、ニュイペソの小瓶をプレゼントした。同様に、東洋モチーフの二つ目の香水、レ・ミナレットを1912年に発表した。アトリエ・マルティーヌは、次女、マルティーヌの名を付けた、家具や壁紙などを実現したアトリエだった。ポワレは、フランス人画家のラウル・ディフトの共同制作の機会を得るために寄与した。 第一次世界大戦中、ポワレは軍隊や軍服の実現のためにファッションハウスを手放さなくてはならなくなった。1919年にポワレが退職した際に自身の活動に戻れたが、メゾンポワレはすでに衰退寸前だった。さらに退職中ココシャネルなどの新しいデザイナーたちがシンプルで簡素なラインの創作で上等な観客をすでに手に入れていた。 まもなく、ポアレの熟慮した念入りで豪奢な創作は時代遅れとなり、豪勢で不可な美的センスや誤算や財政混乱で、ポアレはこの活動から手を引かなくてはならざるなかった。その後は不定期に劇場や映画の衣装を手がけていた。1924年のマルセル・レルビエの映画、人手なしの女のシーンで彼の服が使われている。1929年、 自身のメゾンは完全に畳まれ、彼の貴重な服たちは使い回しのように遠くに売られてしまった。1944年、パリにて死去。ありがとうございます。